モンゴルのビルマ侵攻は1277年から1287年にかけて行われた戦争である。元面戦争とも呼ばれる。南宋の征服後、モンゴル帝国の首いはさらなる領土の拡張を目指し、1277年からビルマのパガン町への攻撃を始め、1287年のパガンの戦いでもってこれを完全に制圧した。 ウリアン課題による代理の征服以来、モンゴル帝国とパガン朝は国境を接するようになっていた。帝位継承戦争を制止国号を元としたクビライは、さらなる領土の拡張を目指し、周辺の国々に入港と侵入を求めし者を送った。パガン朝のナラティーハパテ王は、1271年に、初めて死者が来た際これを拒絶し、1273年に、 再び死者が訪れた時にはこれを処刑した。この侮辱的行動に対し、クビライはすぐには行動を起こさなかったため、ナラティーハパテは属国でありながら、岩潮に内通した金馬などの体系の所属に対し、報復攻撃を仕掛けた。これに対応する形で、初めてモンゴル軍はパガン潮に対し、大々的な軍事行動を起こした。 パガンの軍事行動を阻止せよとの命令を受けた、雲南方面の中東軍は、後軍をはじめ、パガン軍はこれを、栄章付近で迎え撃った。パガン軍が、前線に配置した戦争を舞台に、当初元軍の騎馬隊は、立ち向かうことができなかった。しかし、元軍は指揮官の命令で馬から不利遠方から、ひたすら矢を射ることで、戦争を撃退し、再び馬に乗り、 ビルマ軍を大いに打ち破った。この戦闘の経過について、マルコ・ポーロが、東方圏文録の中で詳細に述べている。パガン軍は改装したが、元軍の指揮官もまた負傷したため、元軍は、深追いすることなく、雲南へと戻った。同年、元軍は、パガン領に一時的に侵入し、ビルマ北部のバモーを攻めてこの地域に駅伝を、設置しようと試みたが、 現地の熱病によって退却せざるを得なくなった。1283年、元軍は、ナラティハパテ王の屈服を目指し、再びパガン領に侵攻した。元軍は、ビルマ北部のバモを攻撃、王は戦わずして、首都パガンから西、ラハニャからに避難した。しかし、この頃には、王は、完全に国民からの信望を失ってしまっていた。ナラティハパテ王の別名、 多様 PA は、多様と PA の合成語であり、元軍から逃げたことを意味する。一方、ゲビルマでは、門人が、パガン国内の混乱に乗じて立ち上がり、1287年には、ワレル王を中心に、ペグーアサを建設した。ナラティーハパテ王はようやく元への屈服を決意したが、1287年に、諸子の一人に毒殺されてしまう。その後、 調子は青が継いだが、実権は、山人三兄弟に握られていた。このパガン国内の政治的混乱に目をつけた、両王エセンテムルは、パガン領への侵攻を再開、同年に、首都パガンは陥落し、実質パガン朝は滅亡した。元軍は、海来政権を樹立、パガン朝は、元の属国となった。しばらくの間、属国パガンと、 総宿にもとの関係は安定。1296年には、長州アー王は、長子シンガパティを入庁させ、時の皇帝テムルは、特許状を授けて、綿国王の称号を認め、雲南方面の司令官にこの王国の領域を尊重するよう命じた。しかし1299年、実質的にパガン朝の実権を握っていた、シャンジン三兄弟が、 チョースアー王とシンガパティを殺害、ツオーニョ王を擁立した。これを認めない元は1300年、雲南の平昇政治セチュールに、再びパガン領に侵攻させた。しかし、この時は三兄弟の長男、アティンカヤーが、元軍を撃退し、チャウセイ地方の民サインで和議が成立して元軍は、撤退した。1303年には、 進む名称も廃止され、元はこの地方への直接的な影響力を失ったが、一方、シャンジ人ン三兄弟は上ビルマの民在において、民在王国を起こし、派遣を確立した。しかし、シャンヒと三兄弟の間でも内紛が起き、1312年に、ピンアーサが、1315年に、サガインーサが成立してビルマは、約300年にわたる、分裂時代に入った。 16世紀には、門人を中心とする下ビルマのペグアサ、シャンヒトを中心とした上ビルマのアバーサ、ビルマ人を中心とした東南部のタウングー朝が、定立し、タウングー朝のタビンシュエーティオーが、タニ朝を征服することで、ようやく、モンゴル侵入以来のビルマ内の政治的、分裂状態は終結した。ありがとうございます。